ツイッター見たんですけど、はい、こういうやつが、これは DM ですか？はい。お前、マジ調子乗んなよ。ガチで動画おもんないよ。WWW。おもんない上にやってることも恥ずかしい。マジで人間の恥、YouTube やめな。しかも君って住所公開してるよね。生ゴミぶちまけに行くよ。こういうやつもう追い出したいですよ。もうちょっと潰し上げましょうか。こういうやつって殺しちゃダメなのか。殺しちゃダメです。いいわけないでしょ。やっぱそこチャンネルって人気ないっすね。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、若さんこんばんは。はい、こんばんは。今日なんか岩川さん、はい、ちょっと報告したいことがあるというふうに聞いてるんですが、どうしました？なんか知らんけど、すごい僕に怒ってる人がいます。なんか知らんけどではないかもしれないね。いや、今回関しては本当なんか知らんけどです。完全な事故です。なんですか？ちょっとこういうの、はい、ツイッター見たんですけど、はい、こういうやつが、あ、これは DM ですか？はい。まあアカウント名はちょっと言わないでおきますが、はい、お前、マジ調子乗んなよ。ガチで動画おもんないよ。WWW。おもんない上にやってることも恥ずかしい。マジで人間の恥、YouTube やめな。しかも君って住所公開してるよね。生ゴミぶちまけに行くよ。という。はいはい。応援メッセージが届きます。人んちに生ゴミぶちまけるのは恥ずかしいことじゃないですか。あとそれ面白いですかね、人んちに生ゴミ巻くよっていうの面白いですか？まあ、面白くはないですかね。ちょっと本当に生ゴミ巻いてこいつが金取ってやります。いやそれはあなたが悪者になるから。まあまあ、ほら岩川さんゴミ屋敷住んでるからゴミを分けてあげようと思ったのかもしれないです。本当殺しますよ。あとなんか、うん、人のマンション勝手に移して、まあ、別にこれ住所探していくからいいんですけどね。これは確かに岩川さんそのマンションじゃないですか。はい。そこチャンネルへ2023年、6月21日、まあこれ住所書いてあります。はい。まあ、メゾンの名436に大量の生ゴミぶちまきに行く。覚悟しておきましょう。なんだこれ、 KSGM やろう。京葉成績桜ヶ丘駅メゾンので待ち伏せするって書いてあって写真が貼り付けたんですね。待ち伏せするっていう、僕ずっとうちにいますけど、ね、どこで待ち伏せするつもり。まあ岩川さんは本当びっくりするぐらいうちにいますから、ね。これはこの写真は多分でもあれですよね、はい、まあ、直接撮ったのかもしれないですけど、多分その不動産情報とかで調べてネットにある写真じゃないですか。普通のネットサイトから拾ってきたやつですよ。っぽいですね。はい。他次はどんなの？京王線。ああはは。あ、うちの近く走ってますね。成績桜ヶ丘の駅。あ、最寄り駅の写真。まあ、はい、これも引っ張ってきた写真もですね。はい。まあ別にこれ全部僕が晒している情報なんですけど、なんか自分で調べて特定したみたいで、なんか気持ち悪いですね。ね、岩川さんの熱狂的ファンってことですだから。はい。だから、こういうやつもう追い出したいんですよ。もうちょっと、潰し上げましょうか。まあ今ね、6月21日書いてありましたっけね。はい。6月21日に生ゴミぶちまけに行くって書いてあるから、はい、まあ、待ってた方がいいんじゃないですか。そしたら会えますよ。あ、絶対来ないでしょ。来ないですかね。だって、こいつなんか配信でも来たことあるよ。電話しろっていうのに電話する根性もねえよなやつためにこんな大それたことできんわけないでしょ。いやでももしかしたら来るかも。あの本当は、うん、もうお友達になりたいかもしれない岩川さん。はいはい。あ、そで、あの人生ゴミ好きそうだなって思ったんですよ。はい。本当こいつって殺しちゃダメなのか。殺しちゃダメです。いいわけないでしょ。生きてても意味ないじゃん。どうせこれからさっきね、うん、何年生きてようがみんなからどんどん嫌われていくだけなんだから、うん、だからこんばんは生かしとったら下手したら逆恨みでもっとでかい犯罪を起こす可能性もあるよ、うん、だからもう今のうち殺しときゃいいんだよこういうやつは。
生きてるだけでいろんな人に迷惑かけると、実体験の話俺もが若い頃そうだったんだみたいな話ですか僕は軽く生きてるでしょあー、まあなるほど、はい、こういう DM が来てると、はい、ちなみにそのなんか YouTube のチャンネル貼ってありますけど、それ見てみます。 YouTube のチャンネル貼ってやった、はい。 IQ60 以下の皆さんこんにちは、そこチャンネル岩川です。当チャンネルはメインチャンネルそこチャンネルのほぼコメント専用サブアカウントです。あ、ここでじゃあ自分はそこチャンネルだってもうちょっと嘘ついたんですね。あ、はい、なるほどね、はい、病気です。他にそこチャンネル小夢というサブチャンネルもありますので、チャンネル登録よろしくお願いしますなぜか登録をお願いはしてくれてるんだ、はい、あ、自分たちにアンチコメントなどを書くような人は、うん、どうせ年収200万以下のどうしようもない底辺です、うん、ということでよろしくお願いしますって、なんか文章もおかしいただ内容は岩川さんっぽいんですよね、はい、上積みだけ作ったみたいな。だからなんか動画見てはいるんだろうなって感じですね。岩川さんがやっぱインストのことはちゃんと書いてるんで。まあ、それか、うん。岩川さんのサブアカウント。こんな文章作んねえよ。まあね。こんなわざわざ編集して意味わかんないことしないでしょうね。こんなめんどくさがり屋さんが。ちなみに、チャンネル登録何ですか？これ、乗ってるこれ3人なりすましたのね3人、はい、やっぱそこチャンネルって人気ないっすねそこチャンネル名乗っても3人しか登録してくれないっすねでも滑らされてなんか恥ずかしいです私はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日6月21日なんですが、はい、これ何の日かと言いますと、はい、岩川さんの家に、はい、生ゴミをぶちまけに行くっていう DM がね届いたっていう動画撮ったじゃないですか。 あ、はいはい、あれの予告日が今日なんですよ、はい。まあ多分来るなら今日なんですが、はい、今16時ぐらいですか、時間16時14分です、ね、16時14分、はい、まあ夕方ですけど、はい、今のところまだ何もなしということで口だけでしょいやいやいや、わかんないですよそれは、うん、今ちょっとほらお仕事中とかもしれないしあんなやつが仕事してるか引きこもりだろいやそれはあなた想像じゃないですかわかんないですよいや その感覚のやつ社会に働けないでしょいやいや公務員とかもしれないです公務員がそのリスク背負ってそんなことやるかそれぐらい岩川さんに対して何かしたいっていう感情があるのかもしれない。だって会ったこともないんですよ。ないはずですよね。はい。あ、でもこれはわかんないですよね。はい。もしかして会ったことある人かもしれないですしね。ああ、その可能性もあるのか。そう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 。はいはい、個人的に知ってて、はい、そういうことしてるっていう場合もなくはないですからね。いやー、でもそんなつまんないやつと出会ったことあるかな。いや、岩川さんのこと嫌いすぎてそうなっちゃったって人いるかも。普段はそんな人じゃないのにみたいなじゃあもう自作自演でぶちまけて焦らしてやりましょうか。あとそれよく言いますから自作自演ってバレちゃうからあんま意味ないですよ。はいはい、あ、だから別に軍手してやれば指紋も残んないでしょ。え、僕動画に撮ってますけど自作自演してるとこも編集してるいやそれあんたこっち側でしょお金分けますよ。 YouTube に流そうと思ってますまあとりあえずね、はい、今日このあと6時ぐらいかな、はい、キクさん家にも行かなきゃいけないんで、はい、それまで待ってみますか。じゃあ、待っても何も起こんないと思いますけどね。まあそうですね、うん、もしかしたらなんかあるかもしれないし、まあ多分、まあ、この感じだと何もなさそうですけどね、はい、じゃあとりあえず一旦、今は来なか来てないんで、はい、一旦切ります。はい、はい、17時半になりましたね。はい、で18時からキクさんの家で撮影なんで、はい、ちょっともう行かなきゃいけないんですけど、結局今のところ
まだ来てないと。はい。来ないでしょ。まあちょっとそんな感じもしますけど、まあしょうがないんで。はい。このまま菊さん家行くんで、はい、帰ってきたらちょっと自分でまた動画撮っておいてください。あ、はいはい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい。はい。今夜の10時43分ですね。ちょっと家の前どうなっているか見てみましょうか。はい、この通り何の異常もありません。はい、今うちに戻りました。あとすいません、さっき10時50分みたいなこと言いましたけど、9時51分でした。はい、まあそのはどうでもいいんですけど、結局何も起きなかったですね。はい、結局なんかインターネットのコメントでごちゃごちゃ言うやつとか何にもできないやつの集まりなんですよ。だからね、皆さんもなんかそうインターネットで怖い思いとかする可能性もありますけど、結局はこんな風に何もできないんで、はい。あんま恐れず、こいつ嫌なやつだなって思ったらガンガン悪口言って、はい、嫌な思いさせて返していった方がいいと思いますよ。はい、岩川さん。はい。岩川さんの家に生ゴミがぶちまけられるっていう予告が届いたじゃないですか。ああ、はい、ありましたね、なんか。で、はい、あの日結局撮影があったんで、はい、僕は途中で菊さん家に行きまして、はい、で岩川さんは帰ってきましたよね、はい、でその時に動画も撮ってもらいましたけど、はい、結局何もなかったということで。ああ、はい、もう結局口だけですよ。ダンゴムシみたいなやつなんだから。ダンゴムシは喋りもしないですけど。なんか目立ちたがり屋のダンゴムシみたいな感じですね。想像つかねえな。ずっとなんか岩の下にいるんですけど、なんか、うん、承認欲求があるんですかね。まあまあ、ただやったらやったでもう同じか同じ以上で僕は殴り返しますけど。殴り返すってのはどうですか。あ、まあまあ、てか法的に外れたことやったらもうお金取られた上にちょっと警察のお世話だったりとか、うん、あ、そういうことを岩川さんやり返すと。あ、はい。あ、なるほど。ビビってこないでしょ、実際の話。あ、そうですか。ゴミ箱うわーって言ってて結局来ないじゃないですか。まあ、本当はちょっとね、なんか都合がたまたま悪くなっちゃったね。ゴミ虫が。なんかお仕事で緊急の会議が入ったのか。ねえよ。なんでないんですか。聞き声だよ多分。いやいやいや、そんなので、ね、社長どうかもしれないです。なわけねえだろ、あの文体見て。いやいや、わからないですよ。インテリジェンスのかけらもないわ。この前もなんか生配信来とったけど。あ、うん、今でも全然来てくれるんですね。じゃあその最後にその方にありますか、コメント。多分見てくれてると思いますよ。はい、なんですかね、生きることに覚悟もなんもないでしょうね。それなんか人に文句ばっかり言って、はいはい、うん、こういうの死んだ方がいいんですよ。あ、なるほど。ちょっとね、辛辣な意見ではありますけど。生きることに覚悟がなく、はい、文句ばっかり言う、はい、岩川さんですか。少なくても僕は殴られる覚悟をしやってるでしょ、文句言うにしても。僕はそこまでのことは思ってなかったんですけど、ああ、岩川さんは死んだ方がいいと思って。いや、僕はそこまでしなくていいと思ってますよ、岩川さんに対して。ダメな人だなと思うけど、そんな命どのこのって話は僕したことないですけど。ああ、そう思われてたんですね。でそこまでしなくていいと思うけど、まあ本人がそう言うならしょうがない。なんで俺が。あるわ。すいません。そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。